ね、様子なんですけどですね、呼吸早いです。それからうんちがですね、まだ出ないです、夕べから今朝も、今朝から今までもおしっこはたっぷり出てます、で頑張ってね、運動式やってんだけどね、やっぱり 0.3 から 0.4 ぐらい、そんなぐらいしかもう苦しくなっちゃう。からすぐに一回鼻からちょっと出血っていうかね、多分排水腫だと思います。綺麗な赤いのが出てるから排水腫っていうのは、その心臓と肺の間の血圧が上がりすぎちゃって、その血管から肺に向けちゃう状態。といってもレントゲン撮ってないんですけどね、今回心臓があるじゃないですか。それで右と左には入れてね、全身の血液は右に行って、割に二酸化炭素多いですよね。で肺へ流れて、二酸化炭素と酸素を交換して、酸素がいっぱいの血液が左心房、左心室、全身へと、こういうのが普通の血の流れなんですね。でこの血管、特にここの血管がこの中の血圧が上がってきちゃう。そうすると肺の細かいところ、酸素と二酸化炭素を交換するところでさ、あの毛細血管っていって自由に出入りできるので、そこから水分が出ちゃう。そういうのをあの、血圧がここの血圧が上がりすぎちゃうと悪くなってくると排水腫っていう状況です。どうもそんな感じのやつが鼻からちょっと出てる。だからもう朝利尿剤注射で薬を飲ませてるんだけど、お昼にもう一回打ちました。かなり利尿剤を高用量で使えば体重は減ります。要は強制利尿をかけてるわけなんで、だから昨日わずかしたら518だったけど、今日の朝505かな、夕方測ったら500。この夕方は500で点滴してるからね、点滴を25してて、まあおしっこで出てるけど、それで誘導してる、少ないながらも 0.4、0.3、0.4 で 1.4 飲んでても、こんなに減ってるぐらいの、だそれぐらいおしっこは出てます。で、飲んでたらかなり呼吸苦しそうだったんですね。で、まあ夜も苦しいんだけど、まあ、お昼よりはまだちょっとは、落ち着くまではいかんけど、早いは早いんだけど、来た時よりはいいかもしれない。でも今日の昼はちょっと呼吸かなりしんどそうですね。そんな様子ですね。どうしましょうねと。これはね、どういうふうにもします。なかなか厳しいんですよ、これ状況。この間の時さ、昨日も話したと思うんだけど、初日から1ぐらい飲めたもんね。 0.91、1.5 って飲んでるからね。で2日目なんて2.5、1.2、1.5 で、うんちも3個、それで次の日5個ぐらい出てて、でも次の日は出てなかったのかな、でそれでまあ単に連れて帰ってもらってという、家でちょっとね、あのお薬と養護場ということでお出ししたんですけどね。でまあこの排水腫になる元はね、心臓大きいと、心拡大、まあもちろん病気らしいのは、まあ流血性心臓という状況がある可能性が高いと。いや今日忘れてレントゲン撮ろうと思ったんですよ、それ言うと。だけど苦しそうにしてたからもうやめたんで、先にもそんなことしてるよりもこっちの治療しなきゃいかんなと思って、もうちょっとかなり声よりの利用剤とかね、そういうの鎮痛剤を打ったんですけどね、まあ一回じゃあちょっと面会してもらってからどうするか決めてください。これちょっと一応渡してみます。これが元でこういう状況になっちゃうんじゃないかと。明日ってお休みです、外来は。でも入院してる子がいるから治療はしてます、ただあのこの時間帯の面会は明日はできないですね。明日一日もし入院させたとしても面会とかはできないですか？いや、早い時間帯だったらできます、何時午前中か